はい、どうも。ただいまですね、ジムですね、やってまいりました。今回はですね、いかに早く倒すか。で、今まで気にしてなかったんですけども、CP をですね、下げて、叩くと。それによりですね、明生の下がり方が変わると。まあ、最初の頃は、よっぽど気にしてやってましたけど、最近は全然気にしてないので、まあ、これをですね、行きたいと思います。はい。いかに早くやっつけられるかっていうとこですね。削れるかどうかです。明生をね。うん。で、これで行きたいと思いますんで、下手すると、えらい時間がかかるかもしれませんし、明生をバンバン削れてね、叩けるかもしれないですね。うん。こんな感じでやってまいります。はい。まあ、これはもう、泥系とカビゴンっていうことで、水系でね、下げましょう。まあ、2体いたらいけるんじゃないかなと。3体ね。3体目。で、カビゴンは2800なので、これを、2800のカビゴンなので、まあ、2200でね、いきたいと思います。で、これもまた水系で、で、サイドンと、泥なので、水系で攻めたいと思うんで、まあ、シャワーズかな。で、いきましょう。で、スタートは、少しこう、しっかりね、攻めて、で、後半は、少し余裕があればですね、まあ、なんだろう。水かどうかが、よく分かってないな。シードラ使ってみようかな。んで、この辺で海流なので、海流は、これはもうシャワーズの、CP が低いので叩いていきましょう。で、これも同じで、まあ6体ダッシュできたらいいのかなっていうところで、まあここで横着しちゃいましょう。ここでいきたいと思います。はい、どうでしょう。ヤドランさんでございます。これ水吐くかどうかもね、よくわからなくて、おお、これは良くない。早速なんですけども、選択を誤ってますね。技を、やっぱり入力しとくべきですね。名前のとこに技を入力しとくことにより、こういった時に、ね、役立ちます。とにかく逃げる。で、ゲージと。で、もう一発。話にならないですね。これだと水系でちょ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 攻めるとヤドランさんは早いんでね。あ、やばい、やられるか。よかった。危ないですね、地震は。オッケー。これは出しっぱでいきたいと思いますんで、もう変えずに行きます。よし、ガンガン行きます。おお、早い。4発行けます。何なんだろうこれ。よし、はい、どれだ。 OK、強い。スターミー。これはどうなんでしょう。あ、やっぱ体力負けですね。カビゴンさんは避けないと。はい、避けてきます。食らっちゃいけない。ハイドロン発生も早いですね、このスターミーさん。赤い光線。
食らったか。さあどうだ。ハイドル溜まったんで打ちます。このまんま行きますね、変えずに。今回大活躍するであろうシャワーズ、正直これがメインなんでね、このシャワーズが弱いときつい。うわー、ドローンまともに食らうときついっすね。あ、2回避けよう。うん、あれ OK。 あー、食らっちゃうか。うわー、これが困るんですよね。やられてんだかやられてないんだか分かんなくなっちゃう。でもまあこのまま行きますね。よし、来た。一回で避けたいな。避けきれないんで2回避けます。 OK。 何体目？5体目。うわー、これどうなんだ。うわー、雨降ってきたかな。おお、こいつはシードラ、予想外の氷ですね。ゲージが氷なんで。うわー、あっちもドラゴンクローだ。ドラゴンクローは受けたくない。発生早いのとね、強力なんで。あ、あー、マジかー。ここはバシバシ行きましょう、まずね。でこれで5体目抜いたのかな。5体目抜き6体。うわ、強え海流。あー、避けない。リズムで避けられたら最高っすね。あ、これ強力なやつだ。これ相当きついっすね。相当強力なんですよ。あれ新技ですよね、アップデートで。何体抜いたろう。6体抜いた。とにかく全部打ちます。よし、でここでもう避けずに攻めます。あー、右手いきます。もう腱鞘炎ですねこれ多分。腱鞘炎ってのがよく分かってないんですけど、手首が痛いです。そんなことは言ってられないんです。攻めろー海流を。ちょんちょちょんちょちょんと、よっこらしょ。あれ、避けられてない。ちょんと、OK。 2分の1以下の避け率ですね。何体目？ 8。 私が何体目なのかよく分かってないですね。どうすればいいのかな。バシバシやった方がいいんですかね。カビゴンの場合はまあ跳ねてるんでバシバシ打つんですけど、カイリュウさんの場合もバシバシ打った方がいい。まあ、ゲージは、あー、もうこれ、あ、ほら、あ、やっぱり減らないっすね。7体。これ、お尻まで削れば減るんですか？ん？どうなんですか？いや、私減ると思って来たんですけど、そんな減らないっすね。体数分かける1000なんで、あれ？
違いますね。よし、カニさんでいきますよ。カニさんのん、どうすればいいんだ、最後まで削れればいいのかな。まあこれは、あ、海流ね、ガッチリいけますか。ガッチリいけますかって、ガッチリいくのがね、しっかり CP 伸ばし、HP 伸ばしてないです。あと全部海流なのかな。海流対海流はね、なかなか、まあ面白いんですけど、なんかいつもの感じになっちゃいますね、これだとね。まあ、全部海流ですよね。よし。僕が好きなハッサムを使ってみますよ。大好きな。今ポケモンのキャラの中で一番好きかもわからないですね。少し前まではコダックだったんですけどね。これなんだ、あらーこれ、あらーこれ、良くないかな、ガッチン、あらーこれよ、あーもう良くないですね。バブル系ですよ、しかもこれ水じゃなかった。はあ。わあ、避けるのは早いんですけどね。ほら。もう話にならないですね。そのぐらい、全然こう、ガチン。ああ、もう。よし。まず一体。これはですね、このまんまいけますよ。バシバシ、バシバシ打って、ゲージだけ避ける。その作戦です。確か、地震ですよね。なんで、フルゲージなんで、破壊光線だ。よし。ね。で、こっちのハイドロを打って、その後、ちょんちょん処理して、まあ、地震が、あ、破壊光線が来るかどうかですね。あー、間に合っちゃった。あれ？もう、こういう時はね、もうすぐ変える。もう処理が落ち着かない時は、もうすぐ変えた方がいいです。おいし、来た。2回避けます、下手くそなんで。まあ2回避ければ安定して避けられるんでね。ああ食らった。あんまり早すぎるとダメですね。ああ食らった。よし、この回路はどうすればいいんですかね。時間を考えると避けずに行った方がいいんですよ。ただ回復を考えると避けて行った方がいいんですよね。時間効率がいいのは、あー食らった、避けないで、あーもう行った方がいいですよ。ただお薬使うんでね、そこを考慮して、もう雨に変えてしまっていいようなキャラでしたら、あそのまま行ってください。ただ雨に変えたくないキャラでして、充電がある場合で時間もある場合は避けてください。避けた方が体力、薬をね使わなくていいんで。そんな感じでございます。これは僕の大事なねギャラドスなんで。やられてもやられて、やられなくても、これないよこれ。あーもう画面変えちゃったよ。よいしょ。お、ハッサムがあと2体目に控えております。
もう。よし、行け。ドン。これこのまま行きます。これめっちゃ強力です。台風みたいなやつ。何体目？ね、あの感じで避けられたら最高なんですよね。あ、またやった。もう下手だな。画面がこうキュッと縮まるんですね。だから同じポイントでこう触っててもキャラが変わってしまう画面になっちゃうんですね。あれが浮き出てくるわけですね。うん、原因が分かりました。僕の指の位置ではなくて画面そのものが変化して、それであの画面になってしまうと。いきますよ。よし、いけー。わ、なんだ。あー、もう。竜巻3回くらい当てる。あー、これやばい、これやばいやつ。あー、これやばいやつっすよ。なんとか、あ、よしよしよし、ハサムなった。おいおい、ないよ。うお、かっこいい。ごめん、かっ、絵がかっこいいっすよね。俺は次元だぜみたいな。オッケー、強い。ハッサム何体目？8体目。どう？お、これはでもこれ遅いですけど、多分レベルは結構高いですよね。レベル、まあ CP の大きさがね、その個体値の同じレベルでも個体値が高いと CP が伸びますし、個体値が低いと、まあ私が言うあれもないんですけど。あ、どう？あー、これは無理だわ。あー、惜しかったね。惜しかった。よし、行きましょう。ちょいとですね、がっちり行きますよ。ガシッとして攻めましょう。シャワーは、なんか雨が降りそうなんですよね。すごく不安です。これいいか。シードラ良かったですね。氷系ルージラか。ルージラを連れてってもいいのかな。一体私喋ってますけど、ここね、だいたい飛ばしちゃうんですよね。うん、なんでノーカットでいきますかね、今回。うん、ノーカットもいいでしょう、たまには。ノーカット、カットをしてるわけじゃないですけど、いつもこの部分って飛ばしちゃうんですよね。まあ面白くないのかなと思って。でも案外ここのね、見てくださる方もいらっしゃるので、
今回はこのまま上げちゃいますかね。よし、洗シャワーズで行こうかな。シャワーズ軍団。4体でしょ ?1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、6。よし、シャワーズ軍団。巷ではいまだにね、最強じゃないかとおっしゃってる方も私の知り合いでいらっしゃいまして、どうなんですかね、やっぱシャワーズ強い。絵的にはあんまり面白くないです。もうこれしかないですね。プキュンプキュンしかないですからね。あ、バグったかもしれないです。バグったかも知りませんよ、これ。よし、逃げろ。うわー、時間かかってるね。ただいま22分、23分です。22分ですね。で、これで、ようやく一体か。あー、食らった。OK、 2体目終わり。3体目、こっから海流軍団ですね。うわー、2体目シャワーズ。ドラゴンクロは早いからな、技の出が。よし、来る。 OK、 読めた。今行ったおろ。あー、やっぱり避けきれないか。OK、 4体目。あれが出ないんですよ、 EV の、あの何でしたっけ、 EV の進化でシャワーズでもブースターでもサンダースでもない、あれが出ないです。一体も出てないですね、まだ。うわー、来た。これ強い。暴風なんだろう、これはね。どうすればいいかな。バシバシ攻めてみますね。あのゲージ来るとやばいんでね、通常攻撃を多分受けた方がいいと思います。あれは僕が下手なだけなのかもわかんないですけど、めっちゃ食います。うん、二刀流でいきます。あら、避けるのを右手で、ジャブを左で。あ、避けた。あー、もうこれすぐ変えてください。こういう時もう溜まってても何しててもバグみたいなもんなんでね。バグなんだけど HP は減るんで、うん、変えてください。
私はこれ3対4対目のかな、で相手は6対目いやこれ強力なやつ、あやっぱ食らいますよこれ、なんまだ数えるくらいしか避けた試しがないですね、なんなんだ、おらもうすごいもぞもぞするぐらいすごい、あーでも生きてたね、避けれたんですね今のは、よし撃て、だからこれこのなんだろうゲージの場合はもうシャワーズ対カイリューの場合は攻めちゃった方がいいと思いますね本当に、うん、これはやられたくない、なぜならあなんだ直さなきゃいけないの、薬を使わなきゃいけないんでね、よし行け、最後なんだろう破壊光線かな、この場合はですね、シャワーズの場合は本当攻めちゃった方がいいんじゃないかなと思いますよね、感じ的には絵的には面白くないんですけど、うん、8体目これが最後かな、倒せるのかな、ただこのこういうね海竜の場合は一撃がでかいんで避けた方がいいでしょうね、避けきれてないですけど、ああ本当にちょっとあおいおいやられすぎだよ、おしあった一撃で避けた、あーこれあれ来るね、爪爪来たでしょ今来ない、よしいけいけい、それそれ避けろ、ああもう、どうだい、おやった、こうなるとですね3万、そうですね3万割るとわりかし早いんじゃないかな、上の灰方の海流の海流じゃないシャワーズは残してで下のねシャワーズはもうそのままアメちゃんにしちゃいます、2500以下はいいかな、何気にハッサムを使いたいんですよね、どっかでかっこいいんですもん、ストライク見つけたらまたね特殊道具を揃えてシャワーズ軍団で、あーなんだ回復しない、カイリの出番も欲しいですね、ここでギャラドスを入れます、そして
ラスト大将にね、海龍先輩これ入れますよ。いや、お、手首が調子良くなった。これいけってことでね。左ゲージで、右よけで、左が攻撃、右が防御ですね。大体まあ片手で9割5分ぐらいはね、片手でやられるんでしょうけど。あー、これ1回で避けたね。でもまあ2度避けましょう。OK、 2回避けた。あー、今避け OK、 そろそろ来るんじゃないかな。よし、でもう1回くらい来る。来なかった。 OK、やっとやっと、やはりやしゃで、すぐ変えます。回復しなきゃいけないんでね。左で攻めて、右で避ける。左で攻めて避ける。あら、ああ、ああ避ける。よいしょ、オッケー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 。打て。よければよければ。ああ、ほら、これ、これ、これです、これ。これはもうね、ずっと、ずん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 やって、で、もうほぼよけられないんじゃないかなと思うんで、これ、打ったら変えよう。打ったら変えます。失礼。1、2、3、1、2、3、4。あれ？おうおう、打て。おっと。あー、今のは甘かったですね。こっちで打てば終わってた勝負でしたね。甘いね、甘い。あー、やっぱり強力だね。ハゲキリン？なんだ？ハゲキリンって書いてあったような気がする。どうやって避けるんでしょう。ああ、バカバカバカー、もう、あーちゃんやろキャラドスだ。あー、いや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 、ここでここで来るの。ああ、もう、あ、避けた。ゲージは半分のゲージなんですかね。 OK、 避けるのは上手くなりましたね。今回は調子いいですよ。
ああ、もう、モーションに入ったときに、あら、入った走りのところで、スッと変えなきゃいけませんね。あ、で、この場合はもう、打ち込みます。打て。OK。このままいけるかな？早い。2かな。避けた。相手はゲージは溜まってるんですよね。で、いつ来てもおかしく、で、連チャンで来るんですよ。逃げろ。ああ、食らったか。ああ、やばい。おお、今のはな。食らっちゃったか。あ、これ食らったら負けるやつだ。もう攻めるしかないです。かじるしかない。どう？よし、かじった。かじりました。ギャラドスかじりました。よいしょ。ああ、いいね。このね、瀕死な状態がいいっすよ。死んでない。お亡くなりになってないっていうね。よく、まあ、いいところで変えたなと。自分を褒めます。ありがとう、シャワーズ。君は強い。シャワーズ軍団強いです。シャワーズ軍団。持ってるね。CP が高いシャワーズを並べられるんで。一度やりましたけど。1、2、3。よいしょ。4体目。よいしょ。5体目 6-2 これなのかな。よし、行こう。2万まで来ました。何？お、なんか雷の音がしてるんですけど、多分カメラでは拾えないですね。温度が下がってて、まあ周りが光ってないんで大丈夫かとは思うんですけど、長いは無用ですね。もう40分か。もうこの冬からね、春にかけて、もう春になってからも、1ヶ月、まあ2ヶ月、1ヶ月半か、暦ではね、経ちましたけど、まだまだ雷がね、今度夏とのね、季節の変わり目で、なんとか取り切りたい。よし。雷さんになってますんで、やっつけるの優先でいきます。まあ2万まで行くとね、もう相当早いんで。あ、これはもしかしてこの子は危険な子ではないか。この海竜さんは、ああ、
そうっぽい。あーほら、これ危険な子ですよ。魔法風か。もうこの場合ですね、もうガシガシいきます。バシバシ叩いていかないと。なんかつまんない動画になって申し訳ないですけど、雷が、最後ぐらい何かこうやりたいですね。海竜対まあバシ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 やると、シャワーズの場合はね HP がやっぱ高いんで、もうこれを生かすしかないですね。で、まあ、CP が低いまんまのシャワーズをですね、そのまんま、ああこれ強いっすよね。ほんとシャレになんないですもん。もうこれの場合はね、これのさっきの魔法風だったかな、もうそうなんですけど、このなんか感触玉みたいなね、避けるポイントが全然違う。あ、やった、避けた、ラッキー、やりました。なんだなんだ、もうあの爆弾強いっすね。強い強い。2体もシャワーズやられた。最後ぐらいいいとこ見せるぞ。あー遅い。3連チャン、あれ2連チャンでしたね。3つ目、うん、あーもう OK。 これで、あ、もうもう余計対応ですね。透明シャワーズ OK で入れ替えます。いや、やられすぎっすね、シャワーズ。もうこれ6体目ですからね。あー早かったね。 OK、 OK、 やった。あー来ないな、ドラゴン黒。 OK、 スコーンと、うん、最後はよかった、最後はよかった、よし、やりやした。急げ急げ、雷より早くやっつけないといけません。正直予報ではですね、雨ではなかったんですよね、曇りなのかなだったんですけども、まあ季節のね、季節というか春っていうのは割と不安定ですね。4月の前半からまあ半ばにかけてはなんか雨っぽいの降ってきてるような。大丈夫なんでしょうか。
ャワーズ軍団でいきます。3体いれば大丈夫かな。あ、5体かな。先ほどの戦いっぷりでは、まあ保険に、まあ1体1体でしたら全然普通にいけると思うんで、先ほどのは悪かったですね、非常に。モーションに、ああ入るときにね、ああ今のは操作ミスですね。オッケー、あのポイントですね、ここです。お、避けたかな。やった、避けました、魔法風避けた。終盤に来ていいとこ見せられました。いやー、やっぱ雨だな。よし、勝ち。ドン。よいしょ。あれ？多分、増えます。多分、増えます。OK。なんせ、向こうはね、2ゲージかな。で、こっちは3ゲージのね。なんで、発生が早いはずなんで、同時に打ち込んだとしても、こっちがね、時間とかよくわかんないんですけど、感覚的にそんな感じがします。なんとか、ああ、もうこれすぐ変えます。大丈夫でしたね、今のは。透明シャワーズになって攻撃遅い。よし、ああ遅い、ああ遅い。今のはいいですね。最高ですね。避けて、ゲージショット。で、つついて、次に行きましょう。つついて、次。OK。確か4体。あと2体。遅いんだよな。よけろよけろ。ああ、強力だな。ああ、そう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 、この子の場合はもうガンガンいきましょう。奥義がね、奥義というか、これゲージがね、もうどうしようもないんで、もう出るの、よけるの遅いのかな。3ゲージなんでね、だから、まあ、2ゲージの技っぽいんで、ひょっとしたら3ゲージなのかな。だ、3ゲージというのは、これでしたらハイドロで1ゲージという数え方にしてですね、だ3つに分かれてるゲージって説明すればいいんですかね。正式名称はよく分かってないです。逃げろ逃げろ、破壊光線だ。 OK。あれ？食らってますね。もうこの場合はバンバン行ってハイドロまで持ってって撃って終了。うん、な感じ。あ、まだいる。終わりだと思った。交代？いやー、雨が怖いよ。あー、避けたろ。いやー、避けられなかったか。
避け方がね相当上手くなったと思うんですよ。こんな上手くなかったんだけど、今相手を見るように見る余裕ができましたね。お前それでも35かよって言われそうですけどね、ツッコミ入りそうですけど、ほんとね下手くそなんですよ。もう必死に、なんだ、今んで2体減ったのかな。やばいやばい、雨降るよ。あらもう、いやもう50分かかってますよ。なんだこれ、よいしょ、あー、オッケーオッケー、少し画面が横になってましたね。申し訳ないです。3体いればいいでしょう。うん。1、2。あと2戦ですかね。2戦というか区切りがね、この3体をやっつけた後、急ごうダッシュで、いやかかりすぎだな、もう53分なんで。お、避けた、ん、どこだポイントは、避けた、避けた、適当にやってもダメっぽいっすね。難しいな、よく技を見るようにしよう。ゲージを打ち込んだら入れ替えます。ほんと雨がね、雨が怖い。なんせスマホのはね、電子機器なんで、雨と埃に弱いんですよね。確かね、電子機器っていうのは。うん。うわー、温度が下がってきたから雨降りそうなんですよね。避けたよー。あー、これは避けきんない。で、入れ替え、スッと、オッケー。どう、まだか、オッケー。で、ここで登場です。彼がとうとう出番です。メインディッシュの発散、まあ保険で
3体目にカイル入れてますけど。ハッサム見たいよね、やっぱり。ハッサム最初出そう。ね。ああ、もうゲージよ。かっこいい。かっこいい。何なんだろう、このよくこうしましたね、これね。食らってる。避けるタイミングが違いますね、シャワーズとはね。かっこいいね。うん、変えようと申し訳ないです。フルではなかったですね。あ、これ先ほど使ってたんでフルではないです。バトル最初時はフルだったんで。どうする、どうする。これは危ない、これ危ないよ。あー、ほらもうハッサムだぜ。ハッサムの一撃だよ最後。よっしゃー、やった。かっこいいとこ見せられましたね。なんか同時打ちになってしまいましたけど、はい、手な具合でね、なんとかやっつけましたよ。はい、1時間かかってしまったんですけど、情けない。はい、なんだろう、やっぱりハッサムかっこいいなってとこでジム戦やっていきましょう。うん、5万のジムでも、まあ、これ2人でやると、3人でやると多分もう実感がかかんなくなるんで、1人で不安な方はね、2人3人で、3人入れるのかな、ちょっとやったことないですけど、2人以上でねやると、強いね、そのなんていうのかな、まあ、その地域の強い色の方のジムでも、攻め落とせるんで、早い時間でねやってみてください。強力でね、なんとかこう、なんだろう、各色がね活発に動けるようなポケモンの なんていうのかな環境がねできればいいと思ってますんで、私もね、めげずに強色ね、たくさん、いる色の方がやっぱり強いんですけど、うん、なんとかねこう他色のね方も参加できるようなね遊戯環境ができたらと、まあ、全然間に合わないんですよ、全然、ま、笑っちゃうぐらい間に合わないんですけど、うん、できたらと思って、まあ、頑張ってまいりますんで、はい、ご視聴のほどよろしくお願いします。はい、今回はありがとうございました。